17年間友達で、1年ちょっと夫婦で、9ヶ月だけ母親だった。そしてあいつは亡くなったはずです。旦那の前に現れたのは死んだはずの嫁。幽霊ならさ、もっと周りがこうもやもやしてんじゃないの。頭大丈夫？いや大丈夫じゃねえよ。本にするんだ、あのブログ。それは二人が記した闘病ブログ。本になるんだぞ。本だよ、本。分かった。嫁は退院したらビーフシチューとホルモンが食べたいと言っていた。で、私こんなこと言ってないし。嘘を書くな。黙ってろってのも、うるさいぞ。帰ってくるなり息子を愛おしく抱きしめたって感動的な、ここを書けよ、ここ。ずっと書き続けよってお前に言われ続けてさ、やっと本になるってのにお前もういないんだよな。こんなもんお前がいなかったら何の意味もないんだよ。ポッちゃんはさ、嘘を書くことで自分救ってたんだよね。その嘘で私もいっぱい救われたよ。大きくなったらさ、ペンに見せてあげて。お母さんこんな風だったんだって話してあげて。実話から生まれたまさかの泣けるコメディ。私は先に言ってるから。夫婦夫婦日記。おかしくなってんのか俺。おかしくなってるんだお前。いや無視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 無